どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのステータスマッチ2024年も継続がね、発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、このね、ステータスマッチっていうのはですね、他のね、ホテルプログラムを利用している方向けにですね、ステータスマッチね、申請していただければ、ヒルトンのね、ステータスもちょっと使ってみませんかみたいなね。まあ、こういった感じでね、行われておりまして、ずっとね、やってるんですよね。で、一時はね、まあ、コロナの時とかね、かなり条件が緩くなったりしてたわけなんですけども、もうね、2024年は、普通にね、えっ、ー、と、ゴールドであれば、えー、ステータスマッチした後にですね、8日間、えー、宿泊していただければ、 年3月31日までね、利用することができたり、またね、14泊していただくとですね、2026年3月31日までダイヤモンドステータスね、利用することができるということで、まあ、ハードルはね、まあまあ高いんですけども、申請していただいて、14泊ね、していただければですね、2026年の3月31日までね、ヒルトンの最上級ステータスがね、利用することができるっていうふうになりますんで、個人的にはね、非常にお勧めさせていただいております。で、またですね、このね、 ステータスマッチということで、他のね、ホテルプログラムの上級会員がね、必要ですよね。で、こちらに関してはですね、マリオットアメックスプレミアムカードを保有されている方は、マリオットのゴールドステータスを持ってますので、まあ、これでね、申請できると思います。またね、i h g ありますよね。i h g に関しては、インターコンチネンタルアンバサダーっていうね、200ドルぐらいでね、あの、購入することができるステータスみたいなのがあるんですけれども、まあ、これを購入していただくと、 IHE のね、プラチナステータスになりますので、こちらでね、申請していただくこともできます。で、またですね、今ね、ANA の方でこちらのキャンペーンやってますよね。ANA のステータス保有されている方向けにですね、IHE のね、ステータスがもらえるキャンペーンがやってるんですよね。まあ私もね、今、IHE のプラチナステータスなんですけれども、私もね、2018か19ぐらいのね、ANA のダイヤモンド取った時のステータスマッチで、今ね、あのー、 去年まで最上級で、今ね、1年経って、1個下のね、プラチナになってるんですけれども、それもね、この昔あったね、ANA のキャンペーンで利用した IHE のステータスを今もね、私持っているっていうふうになりまして、こちらのキャンペーンもね、今やっておりますので、ANA のステータス保有されている方は、このね、ANA の方でステータスマッチしていただいて、宿泊する必要がございますけれども、宿泊していただければですね、IHE のステータスが取れて、で、またね、それでヒルトンのステータスマッチしていただければですね、 ヒルトンのステータスマッチね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にね、おすすめって言いた形になるんですよね。ですので、ぜひね、ヒルトンホテルのダイヤモンドステータスね、使ってみたいよっていう方は、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらがね、公式サイトになっておりまして、ヒルトンホテルね、ステータスマッチのページになります。こちらね、今後利用される方は、こちらのページから、下の方行っていただいてですね、サインしていただいて、こちらでね、ホテルプログラムを選んでいただいて、あの、ステータスのスクリーンショットと、またね、宿泊実績のね、スクリーンショットを撮っていただいて、こちらね、送っていただくっていう風に、 なります。こちらもね、後で詳しく見ていきたいなと思うんですけども、こちらね、英語のページになっておりまして、で、またね、条件もね、ございますので、私の方でね、要点、えー、まとめさせていただきました。 それがね、こちらになりまして、このヒルトンのね、ステータスマッチっていうのは、ちょっと条件がございまして、まずね、ヒルトンの、えー、シルバーステータス以下の方はね、このヒルトンのステータスマッチっていうのが対象になってるんですよね。こちらね、非常に注意が必要で、シルバーステータス、ゴールドステータスの方は、このね、ヒルトンのダイヤモンドステータスのステータスマッチ自体を、 利用することができないんですよね。ですので、こちらにね、記載させていただきましたけども、ヒルトンアメックス利用されている方、まあ、保有されている方ですね。またね、アメプラとかね、持っている方で、ホテルメンバーシップでヒルトンのゴールドステータスになっている方は、このね、ヒルトンのステータスマッチってね、利用することができないんですよね。こちらね、非常に注意が必要ですので、この点ね、ご注意ください。ヒルトンホテルのね、ステータスマッチをして、 今後ね、ヒルトンホテルにね、14泊していただくわけなんですけども、ヒルトアメックス作ったらね、もうゴールドステータスになっちゃうんで、これはね、基本的にお勧めしておりません。一応ね、このステータスマッチを申請した後にヒルトアメックスを作って、その後ね、滞在して、あの14、14泊超えてね、ダイヤモンドステータスになれましたっていう方はね、まあ、いらっしゃるわけなんですけども、 こちらね、発行するのはね、ちょっと危ないかなっていう風に思いますので、まあ、これでね、15、4泊してね、ダイヤになれなかったらね、本当に意味がなくなってしまいますんで、このね、文言がございますんでね、個人的には、このね、ヒルトンアメックスを、まあ、今後ね、ヒルトンホテルで宿泊するんでね、まあ、こちらで切った方がね、ポイントはたくさん貯まるわけなんですけれども、まあ、基本的にはお勧めしておりません。まあ、シルバーステータス以下の方がね、対象になってるっていう風になりますんでね。 またね、先ほども言ってると思うんですけども、ステータスマッチ自体は、まあ今までね、利用したことない方がね、対象っていう風になりますんで、一回しかね、利用することができません。で、またね、他のホテルステータスをね、保有している必要がございますので、まあマリオットアメックスプレミアムカードとか、IHE のインターコンチネンタルアンバサダーとかね、今現時点で ANA のステータス持ってる方で、IHE のステータスマッチを利用して、宿泊してね、IHE のステータス取られる方じゃないと、利用することができません。で、次にですね、ヒルトンの ステータスマッチの利用方法なんですけどもえ他のねホテルステータスのえスクリーンショットとまたね過去の滞在実績がね必要になりますおそらくねゼロでは通らないと思いますのでこの点ご注意ください基本的にステータスマッチ元のね宿泊実績が必要っていう感じですねでまたねこちらは英語版で送る必要がございますしまたね PDF ではなくて JPEG で送る必要がございますんでこの点ねご注意ください本当にね JPEG 以外の 画像ファイルで送って申請通らなくて JPEG に変えたら一発で通ったみたいなね、そんな人もいらっしゃいますので、この点もね、ご注意ください。で、申請していただくとですね、7日から12日営業日に審査が入って審査が完了するとヒルトンのね、ステータスがゴールドに切り替わります。で、ゴールドに切り替わってから14泊していただくとですね、ステータスマッチで ダイヤモンドステータスに、ね、なることができるっていった形になります。ですので、この14泊ね、してる間は、ゴールドステータスになりますんで、ヒルトンのね、ステータステータはこういった形になっておりまして、ゴールドステータスからですね、ヒルトンの場合は、客室のね、アップグレードが受けることができますし、またね、毎日ご飲食クレジット、またはコンチネンタルブレックファーストをね、利用することができますので、まあ、国内であればですね、基本的にゴールドステータスで朝食はね、利用することができます。海外、アメリカの場合はですね、 ホテルクレジットにアメリカ国内は全てね基本的に切り替わっておりますので全お客さんにねあのサービスしているホテル以外はですね基本的にホテルクレジットが付与されますですのでまあ、基本的にホテルで朝食を利用されたいという方はアメリカは、ね、おすすめできないっていう感じになりますでステータスがねゴールドになったらですね14泊していただくとダイヤモンドステータスでねなることができるっていうふうになるんですよねで 肝心なね、ヒルトン、ダイヤモンドステータスになるとね、どういった特典が利用することができるのかっていう話なんですけども、それがね、えー、こちらになりまして、まあもちろんね、ゴールドステータスのね、ステータスの特典もね、すべて利用することができて、さらにですね、えー、ご滞在に対して100%ボーナスがね、利用することができたり、えー、部屋のアップグレード、えー、クイズにはよりますけども、こちらね、利用することができます。こちらには、えー、スイートルームもね、一応対象になりますけども、ヒルトンのね、あのスイートルームの アップグレードってあんまりないので、まあこれはね、本当に。 期待しすぎないようにねしてください。本当に、えー、スイートルームをね、狙ってアップグレードをしたいんだったらマリオットの方が、確率の方がね、高いかなって個人的には思います。で、エグゼキティブラウンジのご利用はね、利用することができて、このエグゼキティブラウンジっていうのはですね、クラブフロア以上の宿泊者、またね、ホテルの上級会員の方が利用することができる、軽食とかね、ソフトドリンクとかね、利用することができるっていうところになります。これはね、 え、夕方になるとね、カクテルタイムとかもね、利用することができて、お酒が飲めたりいたします。まあ、ダイヤモンドステータスのね、一番の特典は、このエグゼクティブラウンジと、客室のアップグレード、まあ、ゴールドステータスからね、朝食。 もうね、無料で利用することができますので、まあ、ここら辺がね、大きいところかなっていう感じですね。このマイルストーンボーナスっていうのは、まあ、資格をね、重ねていくと、まあ、ポイントがもらえたりする特典だったりするんですけども、まあ、こういったのもあります。で、ダイヤモンド資格の延長っていうのはね、これは非常にハードルが高いので、まあ、そこまでかなっていうところで、一応 Wi-Fi もね、プレミアムになったり、48時間の客室保証、あとエリート資格の増呈ですね。こちらは多分ね、ステータスマッチが獲得できなかったと思いますので、基本的にはこの、 クラブラウンジだったり、 部屋のアップグレードあとと朝食っていうところですかね、まあ、やはりね、エグゼクティブクラブラウンジはね、利用することができと、ホテルに行ってね、まあ無料でお酒とかもね、飲めたりいたしますので、やはりここはね、結構大きい特典で利用されている方が多いのかなっていう感じですね。まあ一応ね、アップグレードもね、スイートルーム対象になりますんでね、まあこういったね、あのステータス特典がダイヤモンドステータスになるとね、利用することができるっていう感じになるんですよね。しかもね、今ね、ステータスマッチをね、申請して、 4していただくと2026年の3月31月日ですからね本当に丸2年間ぐらいね利用することができるっていうふうになりますんで非常に長い期間ねダイヤモンドステータスね利用することができるっていうふうになりますんで非常にねおすすめです。 それでは次にですね、ステータスマッチを完了して14泊していただくんですけども、これにもね、条件がございまして、まずね、90日以内に14泊したら2026年3月31日までダイヤモンドステータスでいることができるんですよね。ですので、90日っていう風になりますんで、だいたい3ヶ月以内に14泊していただかなきゃいけないっていう風になりますんで、 ハードルは結構高いですよね。しかも14泊っていう風になりますんで、まあ1泊ね1万円のホテルだったら大体14万円ぐらいかかるっていう風になりますんで、まあ日本国内のねヒルトンホルテルで言うと、 ダブルツリーバイナハ、もしくは、那ナハ首里城。まあ、これがね、一番安いかな、なんていうふうに思いますし、まあ、関東圏だとヒルトン・ナリタがね、一番安いかなっていうふうに思うわけなんですけども、非常に円安の影響もありまして、国内のホテルね、上がっているんですよね。ですので、ヒルトン・ナリタとかもね、なかなか1万円切らないみたいなね、まあ、感じにもなっておりますし、まあ、沖縄結構ね、1万円切ってたりね、あの、してたんですけども、ナリタはね、高くなってる印象ですかね。まあ、私がやった時とかね、本当に 7000円とかね、そのぐらいとかで、ね、利用することができたんで、まあ、めちゃくちゃ安かったし、またね、あの宿泊実績2倍キャンペーンとかもね、重なったんで、まあ、私がやった時はね、本当に10万もかかんなかったと思うんですけども、まあ、今はね、国内でやると、まあ、10万から14万ぐらいは、まあ、かかってくるかなっていうところですかね。 まあどうしても安くしたいっていう方はもう海外に行くしかないかなっていうところで、まあマレーシアとかね行っていただければ一泊ね4000とか5000とか近くできますんで、まあそちらでやっていただくとね、かなり費用は抑えられるかなっていうところなんですけども、結構ね、お金はかかります。で、このね14泊なんですけども、14連泊でもいいですし、14回いろんなホテル滞在していただいても OK です。これはね、 私は何連泊だったかなちょっと忘れちゃいましたけども、9だったかね、8だったかだと思いますけども、私も連泊でね、このステータスマッチ利用てしいましたので、まあこちらね、連泊でも OK です。で、規約ではですね、このポイント泊って NG なんですよね。 ですけども、実はカウントはね、入るらしいですね。まあ、こちらね、海外のブロガーの方のね、情報で、まあ、一応ね、ずーっとこちらね、カウント入ってるらしいので、まあ、一応ね、最後の一泊とか、まあ、ポイントで宿泊してみるのもね、試しでね、いいのではないのかなと思います。まあ、こちらね、自己責任はなりますけども、 今までのね、あの感じだと、あの、ポイント博もね、入るみたいですね。まあ、こういった感じでですね、ヒルトンステータスマッチね、えー、利用していただければ14博でね、ダイヤモンドステータスが、えー、2026年3月31日までね、利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいですよね。それでは次にですね、冒頭にね、話したと思いますけれども、IHE のね、ステータスが今ね、ANA のマイキャンペーンで獲得することができます。こちらね、申請していただいて、宿泊 していただかないとね、いけないわけなんですけども、一応ね、ANA のね、上級会員持っている方は、まあ、マリオットとかね、インターコンチネンタルアンバサダー入ってない方もね、十分狙えるっていうふうになりますんで、うん、ANA のね、プラチナとかダイヤモンド持ってる方は、1、まあ、泊宿泊していただければね、ゴールド、プラチナね、えー、取ることができますんで、スーパーフライヤーズの方は、まあ2泊ね、宿泊2滞在か、えー、していただかなきゃいけない部分はございますけども、うん、ANA のね、上級会員だけしか持ってないよっていう方も、このヒルトンの捨て マッチね利用することがで、きますのでこれはねね非常にでですねでこちらね、エントリー期間がね、5月の31日で終わってしまって、またね、宿泊期間もね、6月30日までね、終わってしまいますので、もしね、こちらを利用して、ヒルトンのステータスマッチ利用されたいっていう方は、できるだけ早くね、エントリーしていただいて、i h e のホテルね、宿泊していただければなぁと思います。こちらね、あの、ダイヤモンドだったら、 一回の滞在でプラチナ。プラチナの方は一致滞在でゴールド。二回でプラチナ。スーパーフライヤーズの方は一回でシルバー。 2回目でゴールドっていう風になりまして、1滞在っていうね、カウントですので、このね、滞在とね、宿泊はね、あの、間違えないようにしてください。こちらに書いてありますけれども、1滞在で200以上する場合も1滞在とみなされますということで、2回稼ぎたい方は、A ホテルに何連泊していただいても、1滞在っていうカウントになりまして、このね、あの、チェックインからチェックアウトがね、この1滞在っていうカウントに入りますので、この点だけね、注意していただければなと、 思います。ANA のね上級会員ね、保有されている方がですね、ヒルトンのステータスマッチ利用することができるのはね、非常にいいですよね。で、こういったね、宿泊するのがめんどくさいっていう方は、200ドルね、あの、払っていただければですね、 インターコンチネンタルアンバーサダーっていうね、なることができますので、まあ、これでもいいのかなっていうところなんですけども、まあ、200ドルなんでね、今のお金で3万5千円ぐらいしちゃうのかなはい、結構ね、お値段しちゃいますので、まあ、宿泊しなくてもね、ステータスは取れますので、まあ、それでもいいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、やはりね、宿泊実績がないとね、こちらに申請することができませんので、まあ、結局ね、宿泊しなきゃいけないんですよね。ですので、まあ、個人的にはね、ANA のステータスね、私の動画のチャンネル見ている 方で、ね、で持っててていいいいる多と思まますすののこちらで利用したただくのはねお勧めっていた感じになりますそれでは次にですね、まあどういった感じでね、申請していくのかっていう話なんですけれども、私もね、3年前にこちらね、ステータスマッチ、利用させていただきました。で、こちらのページでね、ログインしていただきますよね。 で、まずね、こちらのホテルプログラムをね、選んでいただきます。まあ、ほとんどの方がマリオットか IHE になると思うんですけれども、まあ、こちらをね、選択していただきます。で、こちらにね、ステータス、えー、あると思いますので、アンバサダーなのか、チタンなのか、プラチナなのか、ゴールドなのか、選んでいただいて、まあ、マリオットだったらゴールドと、プラチナあると思いますけれども、こちらでね、選択していただいて、こちらね、スクリーンショットをね、えー、送っていただきます。で、こちらのね、ステータスと、またね、宿泊実績を送っていただかなきゃ いいけけないんですけどもあの日本語でねあの添付してもあの申請通りませんので英語に切り替えてね送っていただく必要がございます。マリオットの場合だとこちらがねマリオットの公式サイトになりますけどもこちらに、ね、日本語な記載されているのであればこちらのねイングリッシュに変えていただいて英語のサイトを表示してからですね自分のステータスと滞在実績をね送ってください。一応、ね、この こちらの画面もねお示ししたいなと思うんですけども名前の方をねクリックしていただいて、えー、オーバービューをねクリックしていただきます。で下の方に行っていただくとですね、えー、こちらねステータスプラチナステータスっていうのが出ててまたね下の方に科学実績も出てますので、まあ、これでいいかなっていうところですかね。 で、もう一つですね、プロフィールのところに行っていただいて、えー、メンバーナンバーですね。こちらが入るように、えー、スクリーンショットですね。撮っていただいて、えー、JPEG に変えて、えー、送っていただくっていう感じですね。まあ、JPEG の変換に関してはあの、インターネットでね、JPEG 変換みたいな感じでググっていただくと、JPEG に、ね、あの変換してくれる、ね、サイトたくさん出てきますので、まあ、それはね、簡単なんでね、そちらでやっていただければなっていうところですね。 それでは次に IHE ですね。こちらもね、日本語になっていると思いますので、これを英語に変えていきましょう。はい、これで英語のサイトがね、表示されました。で、名前のところをクリックしていただいて、はい、これで大丈夫ですね。名前とアカウントの番号がね、表示されてますんで、こちらをね、スクリーンショットを撮ってください。で、マイステイですね。 で、こちらですね、ステイアンドイベントということで、えー、私のね、ニューヨークの滞在がここに書いてあるわけなんですけども、まあ、こちらをね、スクリーンショット撮っていただいて、えー、送っていただくっていう感じですね。先ほど言った通りね、こちらも JPEG にね、切り替えて、えー、送るようにしてください。ひとまずね、この、まあ、スクリーンショット自体はね、撮るの難しくないと思うんですけども、英語で送ることはね、本当に忘れずにやっていただくのと、えー、JPEG に変換してね、送っていただくようにしてください。 で、えー、こちらにね、添付して、こちらをね、チェック入れて、えー、またね、こちら、えー、リクエストステータスマッチナウを、まあ、押していただければ、ステータスマッチのね、申請ができるっていった形になります。はい、こういった感じでね、利用していただければなと思います。まあ、そんなにね、難しくないので、まあ、利用できると思うんですけれども、 私はね、一回申請、もう3年ほど前にね、申請したので、もう4年なのか。4年か3年前ぐらい申請して、まあ利用させていただいたわけなんですけれども、私が申請した時はですね、一回申請してもね、何の返答もなく、ステータスも変わらないみたいなね、 本当に結構困った状態になって、まあ、音信不通だったんですよね。ステータスが、申請が完了すればね、あの、ヒルトンのステータスがゴールドになりますんで、まあ、それでわかるじゃないですか。で、メールとかもね、当時飛んでこなくて、今ちょっとね、メール来るかどうかわかんないんですけども、私の場合は1回目送信した時は何にもなくて、本当にどうしよっか、みたいな感じだったんですよね。で、2回目、 送ったらですね、数日後にですね、まあその当時はまだコロナだったんで、まあコロナだけど開始しますかみたいな、宿泊行けますみたいな感じで、まあ返信が来たわけなんですよね。で、結局ね、それを返信したら2、3日後にね、ゴールドに切り替わってそのままね、何泊かして、まあ5、ダイヤモンドをね、獲得することができたわけなんですけども、まあこういった感じでですね、この1回送ってもね、あの、音信不通の場合がございますので、もしね、送って何の、 あの、応答もなかったらですね、まあ一週間から10日したらね、もう一回送ってみてください。まあそうすればですね、おそらく反応あるのではないかと思いますので、まあ規約にも、ね、期待されている通り、まあ7日から12日営業ね、あのー、かかりますので、審査までね。まあこの点を覚えておいていただきたいんですけども、ひとまずね、応答が全然来ないかもしれない。もしね、来なか来なくて2週間待ってもどうしようもなかったら、まあもう一回送っていただくみたいな、まあこういった感じでね、利用してみていただければなと、 思います。まあ、ヒルトのね、ダイヤモンドステータスね、非常におすすめで、私は今ちょっとゴールドに陥落して、今ヒルトアメックスでね、決済修行しているわけなんですけども、まあ、ヒルトのダイヤモンドね、非常にいいので、ぜひね、体験してみていただければなと。 思います。はい。ということで、今回ですね、ヒルトンステータスマッチがね、2024年も継続しておりますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ヒルトンのね、ダイヤモンドステータスのなり方に関してね、ちょっと最後にまとめたいと思うんですけども、今回ね、ステータスマッチね、紹介させていただきました。個人的にはステータスマッチがね、まあ、ちょっとね、十数万はかかりますけども、まあ、非常におすすめです。で、もう一つの方法としては、私が今ね、メインで使って、使わせていただいている、こちらのね、ヒルトンアメックスプレミアムカード、今ね、 あの、新規入会キャンペーンで、ね、強化されておりますので、えー、21万だったかな結構なポイントもらえますけども、こちらで年間200万円、1月から12月の間で決済していただければ、ヒルトンねダイヤモンドステータスが獲得することができます。ですけども、えー、動画内にも行きましたけども、このカードを発行した時点でヒルトンのゴールドになっちゃいますんで、これを発行したら基本的にステータスマッチは利用することができませんので、まあ基本的にはステータスマッチを使って、まあヒルトンダイヤモンドになって、ちょっといいなと思ったら、まあこちら こっちに切り替えててねあの決済していいたただくみたいなまあ一応ね、ヒルトンのダイヤモンドには年間60泊もしくは30滞在していただければですね、ダイヤモンドステータスになることができますので、まあすごい時間がある方は、那覇とかですね、もしくはマレーシアのクアラルンプールとかね、行っていただくと、まあ1泊ね5000円とかね、那覇だったらまあ8000から9000ぐらいでね、1泊できますんで、このね、30滞在か60泊で OK ですので、A と B のホテルをね、行ったり来たりしてるとね、あの30滞在 ででねねあのダイヤモンドスステータス、ね、獲得できたりいたしますので、まあ、こういった方法もあるにあるわけなんですけども、まあ、基本的にはですね、結構ハードル高いかななんていうふうに思いますので、まあ、ヒルトンステータスマッチね、利用していただいて、それで気に入ったらヒルトアメックスプレミアムで、まあ、年間決済ね、達成していただいて、みたいなね、まあ、そんな感じで利用していただければなと思います。私の動画でね、結構紹介させていただいておりますけども、このね、アメックスのクレジットカードをですね、お得にね、あの、投資インタク購入していただいてですね、まあ、それでね、あの、 あの、ご夫婦とかでやっていただければですね、年間最大120万円までね、決済資を積むことができますので、まあ、それでね、あと80万ね、あの、日頃の決済積んでいただければですね、まあ、ヒルトンダイヤモンドね、ずっと維持することができるっていう風になりますんで、まあ、これがね、結構おすすめですかね。まあ、私もこれでね、利用させていただいているわけなんですけども、ぜひね、参考にしていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクエク診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますんで、こちらからね、無料で利用することできますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。